どうもかげやんです今日はですね、えー「僕が雇いた人参戦」えー、の、えー、今考える、ね、2021年の、えー、僕が考える、えー「僕が雇いた人参戦」についてお話したいと思います。えー、昨日ですねあの晩ご飯ですね、えー、晩ご飯をこう梅干し2個とですね豆腐とキムチほんでちょっとお腹空すいたんでチーズをちょっとと。 こう自分の中で切り替えられたなと思って正月からこうだらだらとこう晩ご飯もそれなりに食べてしまう,こう生活を続けてですね、えー、年末7 3 7キロやった体重が7 6キロまで増えてしまってですね えー、2 3キロですか、えー、増量してしまったんでですねこれはやばいとこう自分のお尻にも火がついてですねで、えー、昨日の晩からですね、えー、食事をちょっと抑える形抑えるというかそのいろんな意味が含まれてるんですけどもその、えー、その胃腸を休めることによってね体をこう、えー、楽にしていくとかねそういうこともありますしそれとまあまあ その炭水化物を取らないということをこうしていくそれによってこう、えー、脳の状態をねちょっとこう変えていくとかよ,くよりこうバージョンアップさせていくことをしていきたいなというふうに考えて、えー、昨日から、えー、梅干し中心の晩ご飯だから梅干しと、えー、まあらっきょうとかですねそれと豆腐とキムチこの食事にこうしていこうと、えー、前はね梅干しとらっきょうだけやったんですけど 豆腐とキムチも食べた方がええかなっていうところとまあそれぐらい食べるとですね十分もお腹も満たされるということとでそれぐらいやったら胃腸も,もう休めることができるだろうと、えー、いろんなこう意味を込めてそういう形にさせていただいております。ということで今日の朝はですね結構お腹が今空いてる状態でなかなかいい感じかなと。うんこの お腹がすいた状態、このハングリーな状態っていうのをこうちょっと作り出したいなとこうちょっとねこう満たされた状態な感じがこうずちょっとこう正月から続いてたんでですね、えー、自分をちょっとハングリー精神というかこうハングリーな状態にちょっと持っていくためにですね、えー、ほんまのハングリーですねそのお腹が減った状態いうのをこう作り出してるというところであります。これがね、だんだんん 普段もこういう状態していくとだんだんこのお腹空すいた状態のがちょっとずつこう緩和されていく状態になる今日はねちょっとなかなかお腹空いてる状態というところでありますということで今日の、えー、僕が雇いたい人参戦、えーえー、3つの要素ですねこれ今僕は考える今僕が人を雇うとしたらこういう人がを雇いたいなっていうことですねというのはですねまず優しい人ですね、えー、優しさ、えー、優しい人っていうのはもうこう、えー その人 優しいいいとととととうううここはね、ね。そのの人間の魅力があるということだと思うんです、ねでえー、優しさを持ちながら強さも持っておくと、えー、優しさが発揮できるためには強さがないとなかなかこう難しいそう優しさとただ何でも許すというのとはまた違うと思うんでその優しさっていうのはまあ厳しさも自分の中にありながらの、えー、そこからのこう優しさということですねで優しさを持ってる人っていうのはその結局魅力があるからで魅力がある 人が集まってるそのお店とかそういうところには人がやっぱ集まってくるとで魅力があるっていうことは結局エネルギーが高いっていうことにもなってくると思うんでそのエネルギーが高いところに人は集まるというところで、えー、いろんな意味を含めてやっぱり優しい人っていうのはやっぱり雇いたいなというところです。 でもう一つが、えー、素直な人ですね、えー、素直な人はやっぱりこう仕事をしていてですね、えー、気持ちよくこうできるしですねその上に立ってるもんがですねの指導の仕方によってはぐんぐん伸びていくこともあるでしょうしそのの素直さっていうのが必要ですねやっぱりその、えー、個性を発揮するのもまあ一つそれはそれでいいんですけども、えー、その 素直さがあることによってですねいろんなことをこう吸収できることもありますしその何かを教える時もです、ね、素直な人の方がこう教えたいなともっともっといろいろ教えたいなという気持ちになるんですよねだから何かを言って結局何もやってないやんって言うんやったらやっぱりもう言うんやめようかって思うんですけどもそれ素直にこう実行にう移してる人に対してはですねもっと教えてやろうもっといいもんを教えてやろうというところです。だから上に立つ 本はあのその指導の仕方とかねそういう本当のその内容をね本物をちゃんとこう教えていくっていうのがこう必要になってくるかなというふうに思います。でもう一つが挨拶ができる人これはねもう基本なんですけども結構挨拶できない人とか、えー、結構いるかなと思うんですね。そのお店入っった時にですねいい、えー、いらっしゃいませがもう言えない っていうまあまあいろんなタイミングでこう言えない場合もあるんでしょうけども、えー、それはねやっぱねその雇われてる精神というかそういうのがあるからこう 挨拶がでできないんんやと思うんですねで、えー、自分がこうオーナーであったりこう上の立場であったらお客さんが来た場合は必ず挨拶すると思うんですねだからそれができるっていうのはそれだけでこう挨拶がしっかりこう相手に気分良くなってもらえるような挨拶ができるっていう人はですねもう必ずねその何て言うんですかねその オーナー目線までいかないとしてもですね、えー、そういうことが態度としてできているという状態なんでやっぱ挨拶ができない人っていうのはちょっとこう雇うことはできないかなというふうに考えますだから、えー、僕まあまああの優しい人であったり素直な人っていうのはですねあの一緒に働いてみないとなかなかわからないところではあるんです。そそそのの面接とかでそのそれを えー、察知すするのはなかななかかか難しいかなというととうころですね。相手がこう心からやってるとかそういうことっていうのは分からないですただ何ヶ月かこう働いてくるとこいつは素直やなとか、えー、優しいやつやなとかいうのはこう、えーまあ、肌感覚で分かってくるというところでまあ挨拶に関してはねそのある程度はわかるかなというところでありますよね。で えー、まあまあこの3つですね僕が雇う時にこう,こういう要素があったら雇いたいなと思う人は3つ優しい人素直な人。 挨拶ができる人と、えー、この辺になってくるかなというふうに思います。で、仕事のスキルとかはもう上の立場の人がこう繰り返し教えていけばいいだけの話なんでね、えー、それを相手がわかるまでこう教えていくということです。それよりもね、えー、中身の要素であったりとか挨拶であったりとかそういうことがこう、えー、重要になってくるかなと僕は。 今の2021年の段階人を雇ってない段階で、えー、思うことですね。ということで今日はですね、えー、僕が雇いたい人参戦2021年度版ということについてお話しさせていただきました。では今日もよっしゃーでいきましょう。どううもありがとうございます